平野の仕様、感同士の論争に言及、人間らしい姿勢が反響を呼び起こす。日本のエンターテイメント業界において、アイドルとそのファンとの関係は常に注目の敵です。ファンからの質問に答えることが多い中、元キングプリンスへの平野仕様26が最近、感同士の論争について率直なコメントを発表し、注目を集めました。 そのコメントは、ファン同士の関係に新たな視点をもたらし、ファンコミュニティ内で賑わいを見せています。2023年9月9日、平野潮は自身のインスタグラムアカウントを更新し、ファンから寄せられた質問に答えました。中でも、塩くん、簡単ふ。質問選びの際に気をつけて、簡単ふ。 いろいろ言われちゃうのが悲しいからという質問に対する彼の回答が注目を浴びました。平野紫洋はファン動士の論争について率直に語り、ファン動士とかでいい愛になるのも俺は嫌だなとファン動士が論争することに否定的な姿勢を示しました。このコメントに対してファンからは様々な反応が寄せられました。 多くのファンは、平野市洋が感動詞の論争を避けようとする姿勢に賛同し、感動詞で論争することはやめよう、との意見が広まりました。その中には、こういう男らしい姿勢が好き、自分よりもまず相手を気遣う、愛情に満ちた人だ、人間らしい姿勢を持っている、揉めてる場合じゃない、信じてついていく、といった肯定的なコメントが多く寄せられました。 この出来事は、ヒラ仕様のファンコミュニティ内で大きな反響を呼び起こし、さらには SNSA で、ファン同士が一時的なトレンド入りするほど話題となりました。これは、彼のファンとの関係がどれだけ強固で特別なものであるかを示す証拠の一つと言えるでしょう。ヒラ仕様がファン同士の論争を嫌がる姿勢は、彼の個性と価値観に深く根ざしているようです。 彼は本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいで難解やなんだよね。性格的なところももちろんあるからさ、と述べ、自身の基準で質問を選別していることを明かしています。これは彼がファンからの質問に真摯に向き合っており、同時に自身の人間性を保つことに重きを置いていることを示しています。 反動士の論争は、アイドルとそのファンコミュニティにとって一般的な現象です。しかし、平野仕様のように、論争を避けようとする姿勢を明確に示すアーティストは少ないため、ファンからの反応は特に注目されました。彼のファンにとって、彼の姿勢は彼らが彼を尊重し、愛している理由の一つと言えるでしょう。 ファン同士の論争は、アイドル業界における長年の課題の一つです。アーティストのファン同士が異なる意見を持つことは避けられませんが、その論争がエスカレートすることは問題とされています。論争が悪影響を及ぼすこともあり、アーティスト自身もその影響を受けることがあります。 しかし、平野仕様のように、ファン同士の調和を重要視するアーティストの存在は、この課題に新たな光を当てています。ファン同士の論争が、アーティストとファンの関係にどのような影響を与えるのか、そしてなぜ平野仕様のようなアーティストが、その論争を避ける姿勢をとるのか、詳しく探ってみましょう。ファン同士の論争がもたらす潜在的な問題、アイドル業界において、 反動詞の論争は広く知られた問題です。反動詞がアーティストの音楽、外見、性格などに関する異なる意見を持つことは避けられません。しかし、これが論争や対立を生み出し、場合によってはアーティストに対する攻撃や非難につながることもあります。 このような行為は、アーティストの精神的な健康に悪影響を及ぼす可能性があり、彼らの表現活動にも影響を与える可能性があります。平野仕様の姿勢とその意義。平野仕様がファン同士の論争を避ける姿勢を明確に示したことは、彼のファンとの関係を強化し、彼の人間性をより魅力的に表現することにつながりました。 彼の人間らしい姿勢は、彼のファンに安心感を与え、彼らとの絆をより深める役割を果たしています。平野紫耀のファン同士の論争に対する姿勢は、彼が自身のファンコミュニティとの健全な関係を築こうとする姿勢の表れです。彼の率直なコメントとその人間性を重視する姿勢は、彼のファンから広く称賛されています。 これは、アイドルとそのファンとの関係がより建設的であり、より健全な状態であることを示唆しています。その一方で、ファン同士の論争がもたらす潜在的な問題についても、エンターテイメント業界全体がこれまで以上に重要視すべきであると考えられます。